皆さんこんにちは、マーシーです。本日なんですけども、本日は3月17日火曜日になります。まあ相変わらずね、無職の日々が続いてまして、夜出勤をしてるんですけども、まあね、本当はね、日曜日本当に働く予定だったの、本当に働く予定で、本当に覚悟を持って働く予定だったんですが、15時31分に着信があって、仕事が内定取り消しになってね。一応まあ月曜日、興味のある会社に応募したんですよ。これね、ドームっていう地元の無料求人情報誌なんですけども、これ見て興味ある会社に電話したんですが、応募してね、応募したら電話出ないしさ、せっかく人がこういう状況でもね、少しでもポジティブシンキングになって前向きな気持ちでね、落ち込んでいるけれども、ポジティブシンキングになって前向きな気持ちで就職活動しようとしてるのに、電話したら出なかった。で、今日もこれで、ね、タウンワークから興味のある求人があったんですけども、興味のある求人があったのに電話したら、担当者がお休みですので、明日電話してくださいって。勘弁してくれよって感じだよ、本当に。本当にね、もうこういう状況で追い込まれてるんですけど、最近少しずつメンタルが回復してきまして、前向きにはなってるんですよ。なってるんですけど、今日電話したら、担当者がいないから明日電話してください。まあこれは仕方ないにしてもですよ。月曜日から勤務なのに、日曜日に、夕方3時31分に電話あって、明日内定取り消しになりました。ちょっと あまりにも直前すぎるでしょって話。だから正直ね、本当に冗談抜きで、今正直3000切ってるんですよ。で、財布持ってると、何かね、きっかけがあって使っちゃうので、家に財布を置いてあるんですよ。なので無駄遣いしないために、財布は自宅に置いてあります。で、今日の食事は、ロイヤルブレッド、山崎のロイヤルブレッドで、消費期限ね、3月17日なんですけど、1日2日過ぎても大丈夫なので、2日間に分けて食べたいと思います。まあ昔はね、マックスバリューのロールパンだったんですけど、マックスバリューのロールパンってね、微妙に小さくなってるんですよ。小麦は輸入してるのかな、輸入のその影響なのか分かんないですけど、昔は結構ね、何気に大きくて6個入りだったのが、すごい小粒になって6個入りで、多分消費税 10% になった影響もありますので、値上げになってるんですよ。だから今日はこのロイヤルブレッドを食べたいと思います。まあ、ですけどね、これ応募して出なかったって一番はしごを外されるんですよ。で、もう一件さらに言うと、興味のある会社があったんで電話したんですよ。それは担当者が出たんですけど、履歴書郵送してくださいって言われたんですよ。昨日と今日だけで3件電話したんですけど、1件が担当者がいない。で、もう一件は担当者がお休みなので、明日電話してください。履歴書を郵送してください。正直ね、ちょっとはしごを外されたなって感じですよね。まあでもね、今日はちょっとね、天気があったかいんで気持ち的に前向きなので、気持ち切り替えてね、明日もう一回ね、電話したいと思います。夜逃げバックレマーシー。